ポジティブ日記にネガティブを書いていいのか。精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日はデンマークのコペンハーゲンからお届けしています。後ろの方にある結構ね古い建物は図書館のようですね。中にねたくさんの本が並んでいるようです。歴史もありますし、ちょっと建物とかが全然ねアメリカなんかとは全く違う街並みになっていた、北欧っぽいなっていう風に感じたりしています。今日は質問いただきました。私はポジティブ日記を今日の良かったことを3つでしていて、それだと結構書けるのですが、今日はイライラしたけど自分の感情を把握分析できたも OK なんでしょう。自分でできたとは思ってはいるんですが、イライラとネガティブな言葉が入っているとなんだか違う気もして、それとも書き終わった時の自分の気持ちの問題でしょうか。ポジティブ日記っていうのは自分の一日のあった出来事の中でポジティブなことを記録して、ネガティブなことは記録しないっていうことです。なぜかというと書くっていうのは記憶に残るっていうことなので、印象が強くなってしまうんですね。ネガティブなことを書いちゃうとネガティブな記憶が強化されてしまうので良くないということで、ポジティブなことだけ書きましょうっていうのが産業ポジティブ日記です。とはいえですね、ネガティブなこともある。例えば今日すごくイライラしたっていうことがあったとした場合に、どう書いたらいいかって言った時に、イライラしている自分に気づくことができたというふうに書くと、これがポジティブになるんですね。今日ちょっとカットしそうになった、でもそこに気づくことができた、だから我慢できるようになったみたいなね、自分のネガティブ感情に気づくことができるっていうのは、これは非常にポジティブな出来事です。なぜならば、例えば怒りそうになったっていう気持ちに気づくことによって、自分でああそういう感情を抑えないといけないっていうことになりますので、自分をコントロールできるってことになりますね。だから書き方工夫してポジティブに書いていけばいいので、今日イライラしている自分に気づくことができた、だからそれでイライラ感情をコントロールすることができたっていう風に書くとですね、ただイライラしたっていうことで言うとネガティブで終わってしまいますけども、そういう自分にその時気づくことができたっていうのはものすごいポジティブな出来事なので、そういう書き方をしていくことで、さらにこの自分のネガティブ感情をコントロールできるようになっていけるポジティブ日記の書き方と言えると思いますね。ポジティブ日記というと、今日あった良かったこと、楽しかったことだけを書いていくということなんですけど、もちろんそういうねことがなかったっていうような方も結構たくさんいらっしゃると思いますし、そういう質問っていうのも来てはいるんですけども、自分のネガティブな部分に気づくってことはものすごくいいことだし、ネガティブ感情を我慢できたりコントロールできるってことはものすごくいいことなんです。ですからそういった部分っていうのもね、産業ポジティブ日記に書いていくということはとてもいいことだと思いますので、ぜひねやってみていただけたらなと思います。精神科医カバサーションのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。